岡田義文、1984年7月6日隊は、千葉ロッテマリーンズに所属する栃木県塩谷郡、高根沢町出身のプロ野球選手、外野手。2009年に育成選手として、マリーンズに入団、同年3月に支配下選手登録された。2010年に初めて1軍に昇格し、この年の日本シリーズでは、勝てば日本一が決まる第7戦で、決勝打となる敵地打を打つなどマリーンズの日本一に貢献。2011年には日本の育成選手出身者として初めて全試合に出場した。2011年と2012年にゴールデングラブ賞を受賞。また2011年にはリーグ新記録となる外野手のシーズン連続守備機会無失策359を樹立したことにより特別表彰を受けた。一方、プロ入り以来本塁打がなく、2014年には、初打席以来1773打席、連続本塁打なしの新記録を達成。その後2018年に現役を引退するまで、全2501打席で無本塁打だった。作新学院校では、2年夏は1番センターとして、栃木県予選に出場。同大会の決勝で、相田祐二。後巨人有する佐野日大校に敗れる。2年秋から主将を務め、俊足の一番打者として活躍。チームは、秋季県大会で準優勝、春季県大会では優勝したものの、本命として迎えた3年夏の栃木県予選では4回戦で、那須拓陽高に0対2で敗れ、甲子園出場はならなかった。高校卒業後のに、日本大学に進学。同級生には、長野久義がいた。しかし、入学して間もなく左肘の軟骨を故障して、手術を受け、全治1年以上と宣告されたため数ヶ月で、大学を中退している。大学中退後は地元に戻り、肘が完治したから全足利クラブでプレー。同年の全日本クラブ野球選手権での優勝にも貢献し、俊足攻守の一番、中堅手として活躍した。前半は、左手首の骨折と右膝半月板損傷で治療に時間を要したが、7月に11歳年上で足利市職員の女性と結婚している。結婚を機にから足利ガスの嘱託社員となり、4月からは全足利クラブの主将を任された。同年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成枠で6位指名を受ける。背番号は132に決まった。入団後は、育成選手のため、埼玉市のロッテの独身寮に入居して、単身赴任を始める。球場のクラブハウスでは、椅子と段ボール箱だけで、ロッカーもない環境に置かれて、ハングリー精神を鍛えられたゆう。3月30日に支配下登録され、同時に背番号を66に変更。独身寮を出て、足利市内の自宅から2軍の練習に通った。同年は、同じ俊足外野手の早坂圭介のブレイクもあり、一軍昇格はならなかった。開幕を二軍で迎えたが、6月1日に初の一軍昇格。球団初の育成ドラフト出身で一軍に登録されている。7月4日のヒーローインタビューでは、オーバーフェンス以外は全部取るつもりでいると、ことした。中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、第2戦で先発メンバーで出場。11月7日の第7戦で12回表に、浅尾拓也から右中間へ、決勝打となる敵地三塁打を放っている。開幕戦に1番センターのスタメンに抜擢されると、そのままシーズン終了まで1番もしくは2番で、スタメン出場を続け、育成選手として、プロ入りした選手では、初となるシーズン全試合出場。規定打席たちを果たし、俊足を生かし、チームトップとなる41盗塁を記録したほか、打率も267を記録し、守備面ではシーズンを通して無失策で、両リーグトップの351視察を記録し、視察のパリーグ記録にと2と迫り、最多得票163秒でゴールデングラブ賞を受賞するなど、自己最高の成績となった。外野手として、シーズン連続守備機会無失策359のリーグ新記録を樹立したことにより、特別表彰をも受けた。は、シーズン前の東日本大震災復興支援、ベースボールマッチの日本代表に、千葉ロッテから唯一選出された。開幕当初は打撃不調もあり、途中で交代を送られたり控えに回ることもあるなど、低調。当初は9番が多かった打順も復調後は1番に定着した。しかし、交流戦では指名打者の使えないセリーグ主催試合でスタメン落ちすることもあり、さらに各中、勝也の台頭や荻野貴司の復帰に伴、スタメン落ちしたり、スタメンでも打順が9番となるなど、前年と比べると不安定な起用状況となった。6月16日の対阪神タイガース3回戦、QVC マリンフィールドでプロ初失策を記録し、外野手の連続守備機会無失策が602でストップした。通年でリーグ2位となる319失策をマークし、前年に続きゴールデングラブ賞を受賞した。からチームの主将を務める。前年を上回る134試合に出場したものの、各中、荻野貴司、清田育弘、石嶺正大、ルーキー加藤翔平ら他の外野手との兼ね合いもあり、スタメン落ちして、途中で守備固めとして起用されるケースも少なくなく、2010年以来3年ぶりの規定打席未到達となり、打率も最終的に前年を下回る。盗塁数は減少したが、盗塁成功率は自己最高の864。7月31日、対北海道日本ハムファイターズ戦 QVC の第1打席で中前打を打つが、プロ入りからの連続打席無本塁打が1770となり元東急フライヤーズの横澤七郎の同記録に並び、続く第2打席で四球を受け NPB 新記録とした。は移籍した成瀬義久に代わって選手会長に就任したが、打率は245と昨季を下回り、初の年俸ダウンとなった。は開幕から1番打者として、中堅手のレギュラーを勝ち取り、最終的に打率、長打率ともに好調であった2014年シーズンの成績に迫った。守備でも前年を大きく上回る160失策、6補殺を数えたものの、8月に2失策し、プロ入り後初めて守備率が990を切った。は、開幕戦では一番中堅の定位置でスタメンを掴んだが、その後は主に控えに回った。序盤より打撃の不振が続き、5月14日には2010年の1軍昇格後初となる2軍落ち。ファームでは打撃の復調を見せ、6月23日には再昇格をしたものの、無安打のまま7月10日に出場選手登録を再度抹消されシーズンを終えた。1軍では40打席に立ち、シーズン無安打の野手としては、史上最多の33打数無安打を記録した。出塁機会の減少により、昨季まで7年連続で2桁だった、盗塁数も自身初のゼロに終わる。守備では1失策し、前年に続き、守備率を下げた。ファームでは打率324、盗塁数も2桁だった。また、この年国内 FA 権を取得したが、行使せず、チームに残留した。1軍での出場機会のほとんどが守備固めの起用となる。稀に打席に立つこともあったが、ヒットは打てず、7月24日の試合で連続打席無安打を57とし、直後にトレードで加入した岡大会に代わりに軍落ち。その後1軍に昇格することはなく9月25日に球団から現役引退が発表された。10月8日、ZOZO マリンスタジアムでの福岡ソフトバンクホークス戦で引退試合が行われ、1番、中堅手、9回から右翼でスタメンフル出場した。1打席目は、東浜巨の前に2匹に倒れ桜井輝秀に並ぶ58、打席無安打の野手プロ野球記録を作り、2打席目の夕直で59打席無安打の野手プロ野球新記録を樹立してしまう。しかし5回裏の3打席目に、左前安打を放ち2年ぶり60打席ぶりの安打を記録。続く4打席目も武田翔太から中前安打を放ち、9回裏に迎えた現役最終打席では森唯斗から右前安打を放ち猛打賞を記録した。その後二塁への盗塁も決め、引退試合で優秀の美を飾った。同年10月、千葉ロッテから派遣される形で、ルートイン BC リーグ栃木ゴールデンブレーブスのコーチに就任することが決まった。プロ入り前、社会人時代から既婚であり、入団当時で育成契約では史上初の既婚選手であった。プロ入りには、すでに2人の娘がいたため妻に大いに反対されたが、2年だけやらせてくれと説得、2年後に退団した場合は、社員として再雇用するという足利ガスの後押しもあって入団を決めた。家族構成は11歳年上の公務員の妻とプロ入り後に誕生した三女を含めて3人の娘がいる。2009年のオフには年俸が支配下選手最低額の440万円に上がり、2軍監督に着任した高橋義彦から起用を増やすと明言されたこともあって、栃木県足利市の自宅を離れ、単身、ロッテ浦和球場近くにアパートを借りている。一軍で活躍した2010年のオフには、年俸が倍増し、奥さんの給料を超えましたねと発言した。2011年シーズンに向け、千葉マリンスタジアムに近いアパートに引っ越しをする。2013年に三女が誕生。一軍のレギュラーに定着した2011年から、TBS のスポーツアナウンサー、石井太夫、元アマチュアテニス選手及び同局の営業局に勤務する大広の兄、大輝、メンバー全員が現役の会社員あるボーカルユニット級のメンバーと交流。2013年には石井兄弟がウェルストーンブロスフィーチャリングがむしゃら応援団という名義で岡田のために Go For It という登場曲を作った。2014年にも新しい登場曲としてオーバーカムを制作。4月2日には大輝、大広とも TBS への勤務を続けながらウェルストーンブロスとしてこの曲で ABEX トラックスからメジャーデビューを果たした。ちなみにオーバーカムの CD シングルのジャケットやミュージックビデオには千葉ロッテのホーム用ユニフォーム姿の岡田が登場している。バットを短く持つコンパクトなスイングを持ち味とし、2010年は内野安打率 32% を記録するなど、内野安打が多く、俊足なため併殺打も少ない。2010年は内野安打を狙って、走り打ちになることが多く、打率も伸びなかったが、終盤からはしっかりと振り切る打撃を心がけている。プロ入りから本塁打がなく、2014年7月31日にプロ初打席からでは NPB 新記録となる1773打席連続無本塁打とした。高校時代は練習試合で1本打ったのみで社会人時代を含めて公式戦で本塁打を打ったのは2008年5月の全日本クラブ野球選手権の栃木県予選が最後となっている。連続無本塁打記録は本人も気にしていたようであり、2016年の秋季キャンプでは、千葉ロッテの30代の選手として唯一の志願参加となったが、その際、下半身や体幹を強化し、強いスイングができるようになった。これを継続して、引退するまでに1本は打ちたいと述べていた。しかし、その後も本塁打を打つことはなく、2010年6月2日の初打席から2018年10月8日の引退試合までの2501打席で、本塁打0のま引退することとなった。なお、NPB において、初本塁打を最も遅く記録したのは、村松友仁の1566打席目であったが、2017年7月30日の福岡ソフトバンクホークス vs 北海道、日本ハムファイターズの試合において、ファイターズの中島拓也が2287打席目にして、プロ初、人生初、ホームランを放ち、この記録を更新した。初打席からに限らない、連続無本塁打の記録は、赤星則弘が記録した2528打席である。また59打席連続ノーヒットという記録でも、NPB 所属野手では、歴代1位である。持ち味の俊足を生かした、守備範囲の広さを武器としていた。守備の上手さだけでなく、その動きの華麗さから、チームの勝敗を問わずに、たびたびニュースなどで、フィールディングの映像が取り上げられている。投球前より打球のコースを予測し、落下地点をイメージしながら一歩目のスタートを切ることを心がけており、抜けると思われた当たりを候補するファインプレーをたびたび見せている。中でも圧巻と言えるのが2011年6月15日の対巨人戦で2回裏、5回裏、8回裏に抜けそうな打球を候補するファインプレーを1試合で3回も見せた。また、フェンスまでの距離を常に測り、追いつけないと判断した場合は、素早くクッションボールを取りに行くなど、状況判断に優れている。2011年には外野手としての NPB 記録となるシーズン連続守備機会無失策359を樹立した。50メートル走5秒6、一塁到達 3.97 秒を誇る俊足である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。